まるで黄金色の絨毯。収穫の時期、麦秋を迎えた裸麦です。ここ正木町は県内有数の裸麦の産地。大川康則さんのおよそ13ヘクタールの畑では今月12日に収穫が始まりました。愛媛県の裸麦生産量は37年連続日本一で、国内の生産量のおよそ3割を占めるほど。 JA 全農愛媛によると、今年は雨が多く生育状況が心配されましたが、収穫量は去年とほぼ同じ4000トン前後を見込んでいて、38年連続日本一の座は守れそうだということです。愛媛県が一番収量が多いし出荷量も多いですから、西条と正木町と東温市とやはり頑張って裸麦を生産していきたいと思っています。主に味噌に加工されるという県内産の裸麦。 JA 全農愛媛によると、消費の拡大を図ろうと黒酢やお好み焼き粉、おかきなど新商品の開発にも力を入れているということです。県内の裸麦の収穫は今月下旬まで続きます。続いては東予。四国最大級の広さを誇る今治市大島の吉海バラ公園です。園内には400種類3500株の世界各地のバラが植えられていて、公園のシンボルアーチ状のバラや愛が花言葉の真っ赤なバラなどが見事に咲き誇っています。まさに今見頃なんですよね。今日はすごく風が吹いていて、まあなんとかバラの方も持ちこたえてますので、はい。バラにはユニークな名前のものも。このバラの名前は何だと思いますか？正解は熊野プーさんというバラです。プーさんが大好きな蜂蜜のような鮮やかな濃い黄色の花。今年バラ公園に仲間入りしました。バラのもう香りの風が、そう、これだけ風が強いのに、はい、香りに包まれて最高です。去年は春と秋と寄せてもらったんですけどね、やっぱり春の方がにぎやかでね、非常に綺麗です。公園の隣の売店では、バラの実のエキスが入ったソフトクリームも。美味しいです。本当に味が違いますね、バラの味。吉海バラ公園では明日からライトアップをして夜でもバラが楽しめるほか、今週末には例年3万人が訪れるバラ祭りが開かれます。続いては南予。愛南町上辺の農業用ハウスで収穫真っ只中なのが赤子玉、スイカの赤子玉です。直径およそ20センチ、重さが2キロ前後と小ぶりサイズのスイカ。夏の味覚が一足早く食べ頃を迎えています。河野さんは愛南町で半世紀以上小玉スイカを栽培している大ベテラン。収穫は今週に入り始まり、昨日は息子の哲則さんと朝8時から収穫作業を行っていました。河野さんによると、少人数世帯が増える中で小玉スイカの需要も高まっているといいます。やっぱり冷蔵庫に入ること、カットで恨んだて丸で売れるじゃないですか、はい、身も傷まんと家庭まで取って帰れるし、いかがですか、おいしい。このシーズンの小玉スイカはおいしいです。うん、13度あるな。糖度も13度。うん、食べただけで分かりますか。うん、
大体河野さんによると中心部に甘みが集中する大玉のスイカと違って甘みが全体に行き渡るのが小玉スイカの特徴だといいます。誰が食べても納得してもらえると思います。河野園芸の小玉スイカはおよそ4200個の出荷を見込んでいて収穫は5月いっぱいまで続きます。